パーデドは、アメリカ海軍の護衛空母、防具急行空母艦の一隻。パーデドは、海事委任契約の元ワシントン州タコマの、シアトルタコマ造船所で1943年2月1日に寄港する。1943年6月17日に、HM ベミスプ人によって浸水する。1943年7月15日に区部マイナス47に、艦衆変更され、 オレゴン州ポートランドのコマーシャル鉄工所で偽装が完了した。1943年6月23日にレンドリースポーに基づきイギリス海軍への転籍が指定され、1944年1月31日に引き渡される。艦はトゥランサーと改名された。第二次世界大戦中は主に航空機の輸送に従事した。 戦争が終了すると1946年2月21日にバージニア州ノーフォークに帰還し3月3日にアメリカ海軍へ返還された3月25日に海軍長官は処分を決定し4月12日に除籍される官はウィリアム・ビー・セント・ジョンに売却され1947年3月6日に遺憾グレイストローク・キャスルと改名される その後1954年にギャリック、1959年にビリニスと改名され、1973年に台湾でスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。